巻駅駅舎巻駅ホーム、巻駅から大分車両センターを見る。巻駅は大分県大分市大あざ巻一番地にある九州旅客鉄道日報本線の駅である。大分鉄道事業部大分車両センターがすぐ南にある。当駅が開業するまでは大分駅高城駅間は駅間距離が長く、大分近郊では長い区間であった。沿線に言いながら、 最寄り駅まで 2km は遠すぎるという住民の新駅設置運動によって、当駅が開設された。なお、当駅から大分駅方向の近くにある下郡信号場付近に、以前、仮乗工場が存在した。大分鉄道事業部大分運輸センターの脇を走る線路の北に、幅2メートルの狭いホームを添えた短式ホーム一面一線を有する地上駅である。 国来駅を出てから日本本線では初めての上下列車の交換ができない駅である。駅本屋はホームの北が当たる高木方にあるが駅係員一人分のスペースがあるのみの小さな建物である。IC カード守護課は出入場とチャージのみ対応。2018年3月16日までは JR 九州鉄道営業が駅業務を行う業務委託駅であったが、 同年3月17日に駅遠隔案内システムアンサー導入と同時に無人化された。2019年度の1日平均乗車人員は728人である。付近は大分市郊外の住宅地。駅の近くをだいぶバスの路線が通るが駅前まで乗り入れる路線はない。最寄りの巻停留所までは約200メートル。ありがとうございます。